俗堕落論、坂口安吾、敗戦後国民の道義対敗せりというのだが、しからば戦前の、健全、なる道義に服することが望ましきことなりや、がすべきことなりや、私は最も叱らずと思う。私の生まれ育った新潟市は石油の産地であり、従って石油なり金の産地でもあるが、私が小学校の頃、 中野寛一という成金の一人が3を成して5も大いに倹約であり、停車場から人力車に乗ると値が何がしか高いのでバンダイ橋という橋のたもとまで歩いてきてそこで安い車を拾うという話を校長先生の訓示に起きて幾度となく聞かされたものであった。ところが先日郷里の人が来ての話に、この話が今日ではニーツーという新しい石油成金の逸話に変わり、 現になお新潟市民の日常の教訓となり、生活の規範となっていることを知った。百万長者が五十銭の車代を三十銭に値切ることが美徳なりや、我らの日常を手本とすべき生活であるか。この話一つについての問題ではない。問題はかかる話の底を貫く精神であり、生活のあり方である。 戦争中私は日本映画社というところで食卓をしていた。その時、やっぱり食卓の一人に王という新聞連合の理事だか何かをしている威勢のいい男がいて、乱論風発、吉川英治と佐藤光六が日本で偉い文学者だとか、そういう大先生であるが、会議の席でこういう映画を作ったらよかろうと言って意見を述べた。 その映画というのは老いたる農夫のごつごつ伏しくれた手だとか、継ぎはぎの着物だとか、父から子へ子から孫へ伝えられる妊婦と待望の魂の象徴を綴り合わせ移せという、なぜなら日本文化は農村文化でなければならず、農村文化から都会文化に移ったところに日本の堕落があり、今日の悲劇があるからだ、というのであった。この話は会議の席では大いに反響を呼んだもので、専務 事実上の社長、などは大感服、僕を帰り見て、君あれを脚本にしないかなどと言われて、私はご自体申し上げるのに苦労したものであるが、この話とてもこの場限りの戦時中の一条の悪夢ではないだろう。戦争中は農村文化へ帰れ、農村の魂へ帰れ、ということが絶叫し続けられていたのであるが、 それは一時の流行の思想であるとともに、日本大衆の精神でもあった。一口に農村文化と言うけれども、そもそも農村に文化があるか。盆踊りだのお裁礼風俗だの、待望精神だの本能的な貯蓄精神はあるかもしれぬが、文化の本質は進歩ということで、農村には進歩に関する毛一筋の影だにない。あるものは排他精神と、 他へ対する不信、疑り深い魂だけで、損得の必要な計算が発達しているだけである。農村は純朴だという奇妙な言葉が無反省に使用せられてきたものだが、元来農村はその成立の始めから純朴などという性格はなかった。大化改新以来、農村精神とは脱税を暗出する不当不屈の精神で、不老人となって脱税し、 戸籍をごまかして脱税し、そして彼ら農民たちの小さな個々の悪戦苦闘の脱税行為が実は日本経済の結び目であり、それによって荘園が起こり、荘園が栄え、荘園が衰え、貴族が滅びて武士が起こった。農民たちの税との戦い、その不当不屈の脱税行為によって日本の政治が変動し、日本の歴史が移り変わっている。 人を見たら泥棒と思えというのが王朝の農村精神であり、事実刀を王行し、自童は転んだ時でも何か掴んで起き上がるという達人であるから、他への不信、吐いた精神というものは農村の魂であった。彼らは常に受け身である。自分の方からこうしたいとは言わず、また、言えない。その代わり押し付けられた事柄を彼ら独特のずるさによって処理しておるので、 そしてその受け身のずるさが、死士として、日本の歴史を動かしてきたのであった。日本の農村は今日に起きても小奈良町の農村である。教書法の農村における総じた民事裁判の例、教会のうねを五寸三寸ずつ動かして隣人を裏切り、証文なしでたを借りて返さず親友を裏切る。彼らは親友隣人を執拗に裏切り続けているではないか。 尊徳という利害の打算が生活の根底で、より高い精神への渇望、自我の内政と他の発見は農村の精神に見出すことができない。他の発見のないところに真実の文化がありうべきはずはない。自我の生殺のないところに文化のありうべきはずはない。農村の美徳は待望、忍句の精神だという。 乏ぼしきに耐える精神などがなんで美徳であるものか。必要は発明の母という。乏ぼしきに耐えず、不便に耐えず、必要を求めるところに発明が起こり、文化が起こり、進歩というものが行われてくるのである。日本の兵隊は待望の兵隊で、便利の機械は渇望されず、肉体の国使待望が覆かせられて、兵器は発達せず、 根底的に作戦の基礎が欠けてしまって、今日の無残極まる大敗北となっている。兄兵隊のみならんや。日本の精神そのものが待望の精神であり、変化を欲せず、進歩を欲せず、昇景賛美が過去へ向けられ、たまさかに現れ入れる進歩的精神はこの待望的反動精神の一撃を受けて常に過去へ引き戻されてしまうのである。必要は発明の母という。 その必要を求める精神を、日本では生倉の精神などと言い、待望を美徳と称す。一里二里は歩けという。五階六階はエレベーターなどとは生倉千万の根性だという。機械に頼って勤労精神を忘れるのは亡国のもとだという。すべてがあべこべなのだ。真理は偽らぬものである。すなわち真理によって復讐せられ、 肉体の勤労に頼り、待望の精神に頼って今日傍国の悲運を招いたではないか。ボタン一つ押し、ハンドルを回すだけで済むことを、一日中えい苦労して、汗の結晶だの勤労の喜びなどと、馬鹿げた話である。しかも日本全体が、日本の根底そのものが、核のごとく馬鹿げきっているのだ。 未だに大義士諸公は天皇制について皇室の尊厳などと馬鹿げきったことを言い、大騒ぎをしている。天皇制というものは日本歴史を貫く一つの制度ではあったけれども、天皇の尊厳というものは常に利用者の道具に過ぎず、真に実在したためしはなかった。藤原氏や将軍家にとって何がために天皇制が必要であったか。 何が故に彼ら自身が最高の主権を握らなかったか。それは彼らが自ら主権を握るよりも、天皇制が都合が良かったからで、彼らは自分自身が天下に号霊するよりも、天皇に号霊させ、自分がまず真っ先にその号霊に服従して見せることによって号霊がさらによく行き渡ることを心得ていた。その天皇の号霊とは天皇自身の意志ではなく、 実は彼らの号令であり、彼らは自分の欲するところを天皇の名に起きて行い、自分がまず真っ先にその号令に服してみせる、自分が天皇に服す藩を人民に押し付けることによって、自分の号令を押し付けるのである。自分自らを神と称し絶対の尊厳を人民に要求することは不可能だ。だが、自分が天皇に抜かずくことによって天皇を神たらしめ、 それを人民に押し付けることは可能なのである。そこで彼らは天皇の擁立を自分勝手にやりながら、天皇の前に抜かずき、自分が抜かずくことによって天皇の尊厳を人民に強要し、その尊厳を利用して号令していた。それは遠い歴史の藤原氏や武家のみの物語ではないのだ。見たまえ、この戦争がそうではないか。実際天皇は知らないのだ。 命令してはいないのだ。ただ軍人の意志である。満州の一角で事変の火の手が上がったという。河北の一角で火の手が切られたという。華々しいかな、総理大臣までその実相を告げ知らされていない。何たる軍部の戦乱王校であるか。しかもその軍人たるや、核のごとくに天皇をないがしろにし、根底的に天皇を冒徳しながら、 盲目的に天皇を崇拝しているるのであるナンセンス、ああンセンス極まれり。しかもこれが日本歴史を一貫する天皇制の真実の層であり、日本史の偽らざる実態なのである。藤原氏の昔から、最も天皇を冒涜する者が最も天皇を崇拝していた。彼らはマニホネの隋から盲目的に崇拝し、同時に天皇をもて遊び、 我が身の便利の道具とし、冒徳の限りを尽くしていた。現代に至るまで、そして、現在もなお、大義諸行は天皇の尊厳を云んし、国民はまた、おおむねそれを支持している。昨年8月15日、天皇の名によって終戦となり、天皇によって救われたと人々は言うけれども、日本歴史の称するところを見れば、 常に天皇とはかかる非常の処理に対して日本歴史の編み出した独創的な作品であり、豊作であり、奥の手であり、軍部はこの奥の手を本能的に知っており、我々国民またこの奥の手を本能的に待ち構えており、かくて軍部日本人合作の大詰めの一幕が8月15日となった。耐えがたきを忍び、忍びがたきを忍んで、人の命令に服してくれという。 すると国民は泣いて、外ならぬ陛下の命令だから、忍びがたいけれども忍んで負けよう、という。嘘をつけ、嘘をつけ、嘘をつけ。我ら国民は戦争をやめたくて仕方がなかったのではないか。竹槍をしごいて戦車に立ち向かい、土人形のごとくにバタバタ死ぬのが嫌でたまらなかったのではないか。戦争の終わることを最も切に欲していた。その癖。 それが言えないのだそして大義名分といいまた天皇の命令という忍びがたきを忍ぶというなんというからくりだろう惨めともまた情けない歴史的大義満ではないかしかも我らはその義満を知らぬ天皇の停戦命令がなければ実際戦車に体当たりをし嫌々いやいやながら雄想に土人形となってバタバタ死んだのだ 最も天皇を冒徳する軍人が天皇を崇拝するがごとくに、我々国民はさのみ天皇を崇拝しないが、天皇を利用することには慣れており、その自らの狡猾さ、大義名分というずるい看板を悟らずに、天皇の尊厳のご利益を謳歌している。何たるからくり、また、狡猾さであろうか。我々はこの歴史的からくりに疲れ、そして、 人間の人生の正しい姿を失ったのである。人間のまた人生の正しい姿とは何ぞや。こっするところを素直に欲し、嫌なものを嫌だという、要はただそれだけのことだ。好きなものを好きだという、好きな女を好きだという、大義名分だの、不義はご法は度だの、義理人情という偽の着物を脱ぎ去り、赤裸々な心になろう。 この赤裸々な姿を突き止め見つめることがまず人間の復活の第一の条件だ。そこから自分と、そして人生の真実の誕生と、その発足が始められる。日本国民諸君、私は諸君に、日本人及び日本自体の堕落を叫ぶ。日本及び日本人は堕落しなければならぬと叫ぶ。天皇制が存続し、 かかる歴史的からくりが日本の観念に絡み残って作用する限り、日本に人間の人生の正しい開花は望むことができないのだ。人間の正しい光は永遠に閉ざされ、真の人間的幸福も人間的苦悩も全て人間の真実なる姿は日本を訪れる時がないだろう。私は日本は堕落せよと叫んでいるが、実際の意味はあべこべであり、 現在の日本が、そして日本的思考が、現に大いなる堕落に沈輪しているのであって、我々はかかる封建異性のからくりに満ちた、健全なる道義から転落し、裸となって真実の大地へ降り立たなければならない。我々は、健全なる道義から堕落することによって、真実の人間へ復帰しなければならない。天皇制だの、武士道だの、待望の精神だの、 五十銭を三十銭にねぎる美徳だの、かかるもろもろの偽の着物を剥ぎ取り、裸となり、ともかく人間となって出発し直す必要がある。さもなければ、我々は再び赤実の欺瞞の国へ逆戻りするばかりではないか。まず裸となり、囚われたるタブーを捨て、己の真実の声を求めよ。未亡人は恋愛し地獄へ落ちよ。 福音軍人は闇屋となれ。堕落自体は悪いことに決まっているが、元手をかけずに本物をつかみ出すことはできない。表面のいごとで真実の代償を求めることは無理であり、血をかけ、肉をかけ、真実の悲鳴をかけねばならぬ。堕落すべき時には、まっとうに、真っ逆さまに落ちねばならぬ。道義大敗、混乱せよ。血を流し、 毒にまみれよ。まず地獄の門をくぐって天国へよじ登らねばならない。手と足の二十本の爪落ちににじませ、剥ぎ落としてじりじりと天国へ近づく以外に道があろうか。堕落自体は常につまらぬものであり、悪であるに過ぎないけれども、堕落の持つ性格の一つには孤独という偉大なる人間の実相が弦として損している。 すなわち堕落は常に孤独なものであり、他の人々に見捨てられ、父母にまで見捨てられ、ただ自らに頼る以外にすべのない宿命を帯びている。善人は気楽なもので、父母兄弟、人間ともの虚しい義理や約束の上に安眠し、社会制度というものに全身を投げかけて平然として死んでいく。だが堕落者は常にそこからはみ出して、ただ一人荒野を歩いていくのである。 悪徳はつまらぬものであるけれども、孤独という通路は神に通じる道であり、善人な表往生を研ぐ、言わんや悪人親、とはこの道だ。キリストが陰バイ婦にぬかつくのもこの荒野の一人行く道に対してであり、この道だけが天国に通じているのだ。何万、何億の堕落者は常に天国に至り得ず、虚しく地獄を一人ようにしても、 この道が天国に通じているということに変わりはない。悲しいかな人間の実相はここにある。しかり、実に悲しいかな人間の実相はここにある。この実相は社会制度により、政治によって永遠に救い得べきものではない。尾崎が駆動は政治の神様だというのであるが、終戦後、世界連邦論ということを唱え始めた。彼によると、 原始的な人間は部落と部落で対立していた。明治までの日本には、まだ日本という観念がなく、半と半とで対立しており、日本人ではなく、反人であった。そこで批判人というものが現れ、藩の対立意識を打破することによって、日本人が誕生したのである。現在の日本人は日本国人で、国によって対立しているが、 明治における批判人のごとく、非国民となり、国家意識を破ることによって国際人となることが必要で、非国民とは大いに名誉な言葉であると称している。これが彼の世界連邦論の根底で、日本人だの米国人だの中国人だのと区別するのは小原始的思想の残りに疲れてのことであり、世界人となり、万民国籍の区別などを失うのが正しいという論である。 一応傾聴すべき論であり、日本人の血などと称して母性大事に守るべき血などあるはずがない、と方言するあたり、いささか危機を勘ぜしむる凄みがあるのだが、私の記憶に誤りがなければ彼の夫人はイギリス人のはずであり、日本人の女房があり、日本人の娘があると、なかなかこうは言い切れない。だが、私はあえてが工藤に問う。学道曰く、 原始人は部落と部落で対立し、少し進んで半と半で対立し、国と国とで対立し、所詮対立は文化の低い性だと言うが、果たしてしかりや。学童は人間という大事なことを忘れているのだ。対立感情は文化の低い性だと言うが、国と国との対立がなくなっても、人間同士、一人と一人の対立は永遠になくならぬ。むしろ、 文化の進むにつれて、この対立は激しくなるばかりなのである。原始人の生活におきては、家庭というものは確立しておらず、タフタサイヤ号であり、嫉妬も少なく、この対立というものは極めて希薄だ。文化の進むにつれて家庭の姿は明確となり、この対立は激化し、先鋭化する一方なのである。この人間の対立、 この基本的な最大の深淵を忘れて対立感情を論じ、世界連邦論を唱え、人間の幸福を論じて、それが何のまじないになるというのか。家庭の対立、個人の対立、これを忘れて人間の幸福を論ずるなどとは馬鹿げきった話であり、しかして政治というものは元来こういうものなのである。共産主義も要するに世界連邦論の一つであるが、 彼らも人間の対立について、人間に宗て、人生に宗て、学道と大道将位の不用意を暴露している。けだし、政治は、人間に、また、人生に触れることは不可能なのだ。政治、そして社会制度は目の荒い網であり、人間は永遠に網にかからぬ魚である。天皇制というからくりを打破して新たな制度を作っても、 それも所詮からくりの一つの進化に過ぎないことも免れがたい運命なのだ。人間は常に闇からこぼれ、堕落し、そして精度は人間によって復讐される。私は元来世界連邦も大いに結構だと思っており、学道の得ごとく、守るに値する日本人の血などありはしないと思っているが、しかしそれによって人間が幸福になり得るか、 人間の幸福はそういうところには存在しない。人の真実の生活はさようなところには存在しない。日本人が世界人になることは不可能ではなく、実は案外簡単になりうるものであるのだが、人間と人間、この対立というものは永遠に失わるべきものではなく、しかして人間の真実の生活とは常にただこの子の対立の生活の中に損しておる。 この生活は世界連邦論だの共産主義などというものがいかように逆立ちしても、どうなし得るものでもない。しかして、この子の生活により、その魂の声を吐くものを文学という。文学は常に制度の、また、政治への反逆であり、人間の制度に対する復讐であり、しかして、その反逆と復讐によって政治に協力しているのだ。 反逆自体が強力なのだ。愛情なのだ。これは文学の宿命であり、文学と政治との絶対普遍の関係なのである。人間の一生は儚いものだが、また、しかし、人間というものはべらぼうなオプチミストでトンチンカンなわけのわからぬおっちょこちょいの存在で、あの戦争の最中、東京の人たちの大半は家を焼かれ、豪に住み、雨に濡れ、 行きたくても行き場がないとこぼしていたが、そういう人もいたかもしれぬが、しかし、あの生活みたいな落ち着きと決別しがたい愛情を感じ出していた人間も少なくなかったはずで、雨には濡れ、爆撃にはビクビクしながら、その毎日を結構楽しみ始めていたオプチミストが少なくなかった。私の近所のおかみさんは爆撃のない日は退屈ねと井戸端会議でふと漏らしてみんなに笑われてごまかしたが、 笑った方も案外本音はそうなのだと私は思った。闇の女は社会制度の欠陥だというが、本人たちの多くは徴用されて機械に絡みついていた時よりも面白いと思っているかもしれず、女に制服を着せて号令かけて働かせて、その生活が健全だと断定はなしうべきものではない。生成ルテン、無限なる人間の永遠の未来に対して、 我々の一生などは露の命であるに過ぎず、その我々が絶対普遍の制度だの永遠の幸福を云々し未来に対して約束するなどチョコ材専門なナンセンスに過ぎない。無限またとはの時間に対して、その人間の進化に対して恐るべき冒涜ではないか。我々のなし売ることは、ただ少しずつ良くなれということで、人間の堕落の限界も実は案外、 その程度でしかあり得ない。人は無限に落ち切れるほど堅牢な精神に恵まれていない。何者かからくりに頼って落下を食い止めずにいられなくなるであろう。そのからくりを作り、そのからくりを崩し、そして人間は進む。堕落は制度の母体であり、その切ない人間の実相を我々はまず最も厳しく見つめることが必要なだけだ。低本。 坂口安吾全集14、くま文庫、菊書房方。1990、平成2、年6月26日第1釣り発行。定本の親本、クロ論、銀座出版社。1947、昭和22、年6月25日発行。書出、文学期間第2号、陶器号。1946、昭和21、 年12月1日発行。入力、砂柿よた構成、宮本淳一。2006年1月11日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成。 制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。